にちは、私たちザ・マーガリンズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちザ・マーガリンズ初めて PV 撮影をこの間したんですけれども、はいはいはい、まず桜は桜は、古墳公園、そうだね、うんうん、はい、で撮影したんですけれども、はい、バックに桜を持ってきまして、すごい綺麗だね。すごい綺麗だね。満開近い状態だった。なんか東京は結構雨とか風で散っちゃってたんですけど、だから埼玉まで行ったんですが、なんかどうなのかなと思ったんですけど、すごい桜が満開で、そうですね、すごい綺麗だった。天気が感動しました。天気本当に良くて、まあ私がね晴れ女だったからね。いや、ありがとうございます。だってさ、初め予報が雨、月曜雨、火曜雨やったのに、雨、月、晴れ、雨になったもんね。けど、夜、若干降ったよね。そう、ちょこっとだけ、ちょっとね、ちょっと降ったけど、桜のちょうど歌の時は晴れてたし、そうそう、みんな焼けるぐらい、おでことか、ね、生まれた、焼けたもん、うん、焼けた、うん、生まれて初めての PV には最高のロケーションだったもんね。え、なんかさ、すごい気になったことがあって、うんうん、工場長が、なんか桜を見て、うん、なんか天にも昇る気分だと思ってたからいよいよ死ぬんじゃないかなって。心配そんな首つかりはしないけど、でも日本人として桜の季節に、桜の散る季節に、待ってる季節にPV が撮れるってすごくロケーションとしては、ね、なんか妖怪が出てきたって、ね、今から変身するんちゃうかな。いやいやいや、桜の妖精に変身したい。妖精じゃないよ、妖怪に、ね、ずっとこうやってこうやって花びら掴んどる。花びらね、使用したいじゃん、やっぱり妖怪花びらチラシですよ。あんなに不作31歳初めて見た。欲しく赤いしよ、最年長。ほんとにやっぱみんな日本人はね、桜を見てもはしゃいじゃうからね。そうだね、マリー私だってはしゃぐよ。桜見たのは初めて。いや、じゃない、だって私も日本大好きすぎて、あのドイツの庭に あるんだ、植えてたもん、桜を。でもね、でもね、まだ寒くてね、咲いてないらしい。ああ、そうなんだ。寒いんやね。そう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 。いや、でも本当にね、いい場所で撮れてね、良かったですね。二人はどうやったの？あ、初めて、まあ、ミクラも初めてやけど、そうよね、ね、どうやった？私やな、あのご縁がありますようにが大好きなんですよ。めっちゃ良くない？今さっき桜の話してたから、桜もいいんだけど、ご縁がありますよ。ちょっと置いといて、ちょっと置いといて、ちょっと黙ってもらって。ご縁がね、あんまダメだね。うさりちゃんは桜、いや、あの桜は桜の時に、あのゲルさんのここにあ、ゼロがあ、ゼロがずっとダンス中に、そう、ダンスをダンスを結構何回も踊ったんですけど、で、まあまあみんながバテ始めたあたりに、スタッフさんがディッシュを超えてこうやってやってて、マリーの頭に桜がずっとついてたんだよね。そう、もう全部の時にさ、ここにパタッってのが始まり、違うの、あのね、私もスタッフさんの合図に気づいて撮ろうとしたの。でもオールバックだったからね、なんかどこにあるのかわかんないし、そうなってたみたいに、撮れなかったの。結局、撮り直しっていう、そう、音を止めて、だから誰か撮ってくれよ、撮り直ししたっていう話ですよね。無理だよね。ちょっと大変だったね、いっぱい踊ってね。はい、ご縁がありますようにの撮影なんですけれども、こちらはまあご縁をテーマにして、ご縁とご縁をかけて、お金とあと神社でね、撮影をさせていただいたんですけれども、ストーリー性があるんだよね。そうなんです、ご縁の方はね、かなりこうストーリー的にも面白かったし、面白かったね。最後どうなるかを楽しみにしてほしい。そうなんですよね。ちょっとね、あとちょいちょいメンバーがね、こうピンで何人かやってたりするんで、そこもちょっとぜひ見てほしい、見てほしいね。やっぱ明るかったよね、ご縁の歌は。うん、そうだね、踊ってて楽しいし、うんうんうん、まいちゃん踊りがすごい、そうだね、好きっていうの。そうなんです、あの曲すごいいいなと思って、はい、なんかえ、ちょっと待って、ダンスがその方がいいんですよね。はい、ごめんなさい。なんでなんで、アハハンがすごいセクシーなの。ね、みんな個性出るよ ね、うん、そうね、なんか実は車の中での撮影でエピソードがありまして、すごい揺れてたね。そう、すごい揺れてて、もうなんかみんながちょいちょい何かしてます ね、そこがね、映ってたら嬉しいね。車用意してたもんね、ちょっとちょっとね、車に用意してた。でもみんなのいいところはすごい出てたと思う。うん、そこも見てほしい。一番はしゃいでたもんね。いや、超楽しかった。
はい、私たちザ・マーガリンズのセカンドシングル「桜は桜とご縁がありますように」が4月の15日から発売しております。ありがとうございます。はい、さらに4月の26日にセカンドライブ「借金はライブで返せ大久保佳代子の歌謡祭」が開催されます。イエーイ、情報などはぜひぜひマーガリンズの公式ホームページをご覧ください。ここですね。ここです。膝やけどな。